このチャンネルをご覧の方から時々 M 型とバルナック型以外のライカ製品は取り上げないのかという質問をいただきます。実は当チャンネルをスタートするにあたってライカ製品全般を扱うことを一旦は検討しましたが、最終的には見送ることになったという経緯があります。その一番の理由としては、ひとえに私自身がレンジファインダー機を好きだから、つまりレンジファインダー機としてのライカの魅力をお伝えするチャンネルにしたかったということですね。そこで今回はレンジファインダー機とそれ以外の一眼レフやミラーレス機との違いについて考えてみたいと思います。私個人の主観によるものなので恐縮ではあるのですが、ご興味のある方はお付き合いください。レンジファインダー機の特徴を一言で表現するとすれば、空間と時間から被写体を切り取るということに特化したカメラであるということだと思います。ブライトフレームのあるレンジファインダー機の場合、ファインダー内に周囲の空間が常に見えているので、次に何が起こるかを予測することが可能です。具体的には被写体が動いている場合、それがフレームインする瞬間とどのような状況でフレームインしてくるかがわかるわけですね。またシャッターを切るタイミングでブラックアウトしないので、記録するその瞬間を撮影者の目で実際に確認することができます。シャッターを切るとミラーでファインダーが塞がれてしまう一眼レフ機や、一度シャッター膜を閉じないといけないミラーレス機に比べて被写体をリアルタイムで把握することができるというのは大きなアドバンテージでしょう。レンジファインダー機の不得意な点に、物理的制約からフォーカシング精度に限界がある、また近距離での撮影が難しいということなどがあります。しかし最も大きな点は、撮影によってどのような画像が記録されるのか確認する手段が全くないということではないでしょうか。実際のレンズを通して見ている一眼レフ機では、ピントの来ている位置や前後のボケの状況を直接目で確認することができます。ミラーレス機に至っては、それに加えて露出の状況やフィルムシミュレーションなどのエフェクトまでも確認することが可能です。ミラーレス機は最終的な作品に至る作画の部分までもカメラ側で行うことができるというわけですね。一方、レンジファインダー機ではどのような絵が記録されるかは、撮影者が自身の経験から想像するということしかできません。最近の M 型デジタル機はライブビューを使うことでそれを補うことができますが、まあここではライブビューのことは除外しておきましょう。フィルム時代ではカメラが作画に関して直接できることはなく、レンズを通した光をフィルムに記録するだけでした。それがデジタルになってからは、カメラ側が作画に関する機能を持つようになり、カメラの中でそのまま作品として完成させることも可能になりました。特にミラーレス機はそうしたデジタル技術のメリットを最大限に引き出すことのできるカメラだと考えられます。一方のレンジファインダー機は、撮影時に作画をアシストする機能は備えていません。それはすなわち、レンジファインダー機を使う場合は被写体を情報として記録する撮影と、記録された情報から作品に仕上げる作画というプロセスが完全に分離していると理解することができるでしょう。では M 型デジタル機のユーザーは後者の作画の部分をどのように処理しているのでしょうか。選択肢は2つあります。1つ目は、撮影者はシャッターを切ったら作画に関しては基本的にカメラに任せるというものです。いわゆる JPEG 取って出しというのがそれでしょう。実際のところ、ライカの画像エンジンが作る絵や色合いが好きという理由でライカを使っている方は多いと思います。
今後はライカもカメラによる作画機能、具体的にはフィルムシミュレーションのような機能を強化してくることが予想されます。もう一つの選択肢はロー現像です。作品を撮影した時の自分のイメージと結びつける作業をポストプロセスで行うということです。実を言うと、私は他の見慣れ付きでは取っ手出しを使うケースもありますが、こと M 型ライカではロー現像オンリーです。というのも、M 型ライカで撮影した時のイメージと実際に撮れていた画像が一致していないケースがあると感じているからですね。やはり撮影時に実際の画像を確認できないというのは大きいように思います。アンリ・カルチエ・ブレソンのように特定のレンズとの組み合わせで数多くのショットをこなしていれば、いずれは撮影時のイメージと実際に撮れた画像が一致するようになるのかもしれません。しかし残念ながら、いつまでたっても素人の私にはそのような境地に到達することはないように思います。ここではよくある取っ手出しかロー現像かというような二元論を持ち出すつもりは元はありません。ただ撮影と作画が完全に分離しているレンジファインダー機の場合は、一眼レフやミラーレス機よりも作画というプロセスへの取り組み方が最終的な作品により大きな違いをもたらすように感じているというのをお伝えしたかったのです。いかがだったでしょうか。ミラーレス機の特徴を多く取り入れた最新の M11 などを見ていると、ライカ自身からも従来から言われているスナップカメラという枠にとらわれない新たなレンジファインダー機のマーケットを築き上げようとしている姿勢がうかがえます。次機種では一体どのようなカメラになるのでしょうか。ただ私のような作画はポストプロセス側で行うことに決めている立場からすると、せっかくのレンジファインダー機なのだから作画の部分は最小限でいいので、冒頭に申し上げたような空間と時間から被写体を切り取るということに特化したカメラを望みたいのですが、皆さんはどうお考えでしょうか。ではまた次回の動画でお会いしましょう。